マイルハイスタジアムはアメリカのコロラド州デンバーにかつて存在したスタジアム。主にここを本拠地として使用していたのはデンバーブロンコス、コロラドロッキーズ、コロラドラピスズなど。1948年にマイナーリーグアメリカンアソシエーションに所属するトリプル a 級のデンバーベアーズの本拠地球場として建設された。17000人収容の小さな球場だった。 1950年代後半、アメリカンリーグ、ナショナルリーグに次ぐ、大リーグ、第三のリーグとして、ドジャースオーナーのブランチリッキーが、コンチネンタルリーグの創設を提唱すると、ベアーズオーナーのボブ・ホーサムは、その計画に賛同。大リーグ球団の本拠地にふさわしい球場にすべく、50万ドルをかけて、拡張を行った。しかし大リーグ機構は、新リーグ構想を認めず、 球団数を増やすことで、これに対応した。デンバーには、将来の新球団設立が確約されたとはいえ、結局その時は、チーム創設はならなかった。結果として、ホーサムは無駄に球場を拡張したことになり、大きな負債を抱えた。解決策を模索した、ホーサムはアメフトに目をつけ、1960年の AFL 設立に参加し、ブロンコスを、 自らの球場に招き入れた。しかしチームの成績は芳しくなく、負債も一向に減らないので、ホーサムは AFL から撤退し、球場も地元自治体に売却した。その後、ブロンコスの成績が上向いてきたためチケット販売も増加。球場はどんどん拡張され、収容人数が7万人を超えるようになった。その間、マイナーリーグの試合も行われていたが、 1992年限りでこの球場の使用を終えた。1993年、ついにデンバーに大リーグ球団が創設された。4月9日にこの球場で行われた、ロッキーズの初戦には8万227人もの大観衆が詰めかけ、大リーグ記録を更新した。2年間で770万1861人を動員した後、 ロッキーズはクアーズフィールドへ移った。その後 MLS が設立され、コロラドラピッツがここを本拠地にした。しかしスタジアムの老朽化が進んでいたため、新スタジアムの建設が決定。2001年、隣にインベスコフィールドアット、マイルハイが完成すると、ブロンコス、ラピッツともに移転した。現在、マイルハイスタジアムは取り壊され、駐車場になっている。 A. B. H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ P. R. O. J. E. C. E. T. P. F. F. P. R. K. と。O. R. G. スラッシュヒストリー、スラッシュ N. l スラッシュマイルド。H. T. M. l ハット、H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ W. 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 と。 t-a-t-i-u-m-s-o-f-p-r-o-f-o-o-t-b-a-l-l.com スラッシュパストスラッシュ m-i-l-e-h-i-g-h-s-t-a-t-i-u-m.htm ハット http コロンスラッシュスラッシュ e a d s r v d n v e r l i b r a r y o r g スラッシュ s-d-x スラッシュ pl スラッシュ d o c ダッ t m と S x s p i d w h 8 8 9 d 0 e 3 5 f m t t e x t b a s e ファ h ッ t h t t p w w w g h p h i p p s c o m h i s t o r y a s p ありがとうございます。